はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日もね、じんぺいソロ、さらに変身禁止でここラビリンス突入してみたいと思います。装備はちなみにこういう感じだね。ニャックルパンチで、ポンポンパフォーマー、忘れじのクラリネット、生身メダルにズラモヒカン、最新式宇宙服にガッチガチバンテージを3つ、ローストビーフを2つ、この装備でいきたいと思います。では早速ボスに行きましょう。はい、では行こう。回復アイテムも一つも使わずに来れたし順調。ただ近接にはね、すごく向いてないんだよねこいつ。ベールやられた時がもうほぼほぼ終わる感じだから、そこだよね。ベールをどう回避していくか。まあ避けていくっきゃないのか。あか、その時だけ遠距離系。でもこれ全然ダメージないよ。うん、まあまあ、とにかくベールの時は攻撃しないでいけばなんとかなるわな。行こう。エルゼルキは基本的にね、ひっついて攻撃してれば大概大丈夫。もうぴったりひっついとけば攻撃食らわないから。これも確か食らわない。ちょっと単体のビームがダメージ食らってるな。若干離れてるんだろうね。 OKOK。 とにかく何もせずに待機だな。それが一番いいや。で、この間に攻撃ガンガンしてくれればね、いいんだけど、そうもしてくれないんだよな。おーっと、食らっちゃった。しゃ。あ！それなしじゃねえか。ベール連発はちょっと厳しいよ。ベール連発厳しいな。オッケー。切れた瞬間に、しっかりと攻撃入れていければ勝てるね。あ、意外と早いかもしんない。意外と早い、意外と早い。ただベールだけはうざいからそこ注意しよう。特にゾディアライアンの時がダメージがさ、反射ダメージが跳ね上がるのよね。こいつは確かね、一発400ぐらいしか反射しないけど、ゾディアライアンになると、なんだろう、攻撃にもよるけど、かなり来るよね。うん。4桁弾き返してくる時もあるんで、そういうのはちょっと注意しとこう。あ、いった！なんとかね、攻撃力を維持しようと、必死にやってます。あー、今ちょっと離れてる。OK。終わりでしょう！次、問題は次。エルゼメキアはね、まあまあいけると思ったんだけど、ここだわな。シャドウマンもいるし、結構厳しい戦いになるんじゃない？いくぞ。これ、これ厳しい。人間状態でこれ勝てるか？チャンス作れる？作れた。いかついな。ジンペイいかつ。よっしゃ、オッケー。オッケーオッケー。あとは、ほんと。よし、オッケーオッケーオッケー。攻撃力を、まあまあ、そこそこ維持しつつ、ベール中は攻撃をしないでいけば、お、いけるんじゃないこれ。あー、ダメダメ。ベール中攻撃したら、あー、ダメダメダメ、危ねえ。危ねえ。罠、罠。あれ、罠、罠。うん。攻撃していいよと、もう、ガラ空きだよと言いつつ、ベールを張ってるからね。要注意。マジで要注意。あと、プラズマね。プラズマとベールは、
注意だ。もうこいつ結構注意攻撃多いな。 OK、 ちょっとでも減らすとだいぶやりやすくなるからね。一人ぼっちになってるやつは率先して消すようにしようか。 OK、 おいいよ。うーちゃん、取れなかった。しかもダメージ食らっとるし。でももうちょっとで半分いくよ。ああ、よっしゃ、なんとか攻撃力は2倍を維持しときたい。出た、ベール。ベールの時は近づきませんよ俺は。うん、近づかないよ。 OK、あぶね、これレイもねだいぶ食らうからね。要注意攻撃。 OK、 いいぞ、取れる取れる、おっしゃ、 OK、 いい感じ。結構減らした。よっしゃよっしゃ、あぶねえ。でここで攻撃力が元に戻ってる。ちょっと待って、おい、ダメ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 、攻撃できないよ俺、それやられると攻撃ができない。ちょっとベール長い、ベール長いよそんな長いと思う、反則じゃん、何もできない。ダメダメ、攻撃しちゃダメよ、全く攻撃できないじゃん、話にならん。あぶね、2000とか食らうんかい、マジか。あオッケーオッケーオッケー、ちょっと体勢を一回立て直そう。オッケー、ザコは率先して倒すで、動きやすくしとけばいいね。いやいやいや、次あれ撃つでしょ、必殺撃つでしょ。オッケーオッケー、ベール崩れた、チャンス。ああ、ダメだった、いけたと思ったんだけどな。ちょっと待って、攻撃力が足らん、攻撃力が全然足らん。ちょっと待って、どこおる、上か。オッケー、お前らをちょっと少し片付けて。あぶねえ、ちょっとベールそろそろやめろ、まだかい、ベールついたまま、どうせまた敵を呼ぶか。やりづらい、やりづらい、もう本当にこれどうしようもない。そんなにずっとやられるとさ、でもその中からこう隙を見て攻撃していかなきゃいけないんだな。もうちょいなんだけどね。あぶねえ、あぶねえ、攻撃しようとした。オッケー、オッケー、あー、もう連発してくるね、どうしようもない。そんなことやられると。オッケー、切れた、オッケー、チャンス、ここで取る、ここで、あー、誰やった、吹っ飛ばされた。もう、ま、あー、思いっきり食らった。ちょっと、もう、あ、ザコはもういない。え、もう呼べなくなった、もしや。そんなないよね、だってこいつ無限に呼ぶからね。もうどうしようもない。もうこれでちょっとずつダメージ与えるしかない。もうどうしようもない、お前ほんとどうしようもないじゃん。おっしゃ、もうちょい、よっしゃー、おお、時間かかったな、ボス倒すのに
まあまあ、エルゼメキアとゾディアライア、両方倒すのに、11分かかった。結構かかったわ。はい、ということで、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや。